アベバ・アレガウィ・ゲブレツディックは、エチオピア生まれの陸上競技選手。中距離走を、特に1500メートルを専門とし、2012年12月より、スウェーデン代表として競技している。アレガウィは、エチオピア・ティグレ州にある、小さな町、アディグラトで生まれ育ち、陸上競技大会に初出場したのは16歳と、遅めであった。年までは、母国のエチオピア代表として、 競技に取り組んできた。2009年に、スウェーデンを拠点に生活する、エチオピア人男性のエノク・ウェルデ・ゲイブリエルと結婚し、2012年まで、ストックホルムに居住した。その後、マラソン選手のイエマネ・アドハネ・ゼガエと再婚し、生活拠点をアディス・アベバに移した。ストックホルムに拠点を置く、ハンマルビー・イフに所属し、その代表的な選手である。2012年6月に、 スウェーデン国籍を取得し、同年12月からスウェーデン代表として大会に出場するようになった。このため、ロンドンオリンピックにはエチオピア代表として出場した。アレガビは2009年のエチオピア選手権で800メートルに出場し、同種目で3度優勝経験を持つメスタワトタデッセを破って金メダルに輝く快挙を成し遂げ、戦烈なデビューを果たす。 その後、ヨーロッパでの大会を数多く経験し、モロッコのタンジェで自己新記録2分で1秒98をマークする。800メートルは同年のアフリカジュニア選手権が最高潮に達し、キャスターセメンヤを追って銅メダルを獲得した。2010年になってアレガウィは1500メートルに転向、ソレントゥナグランプリとナイトオブアスレチックスを制し、特に ナイト・オブ・アスレチックスでは自己新記録4分01秒96をマークした。この年に初めてダイヤモンドリーグに参戦し、DN ガランで4位、ベルトクラッセチューリッヒで7位に入賞した。2011年は室内競技会で好成績を収め、デュッセルドルフ、フランダース国際、バーミンガム、ストックホルムの4大会を制覇、ストックホルムでは四分零一秒十七の 自己新記録も樹立した。しかし屋外での大会には、怪我の影響で一度しか出場できなかった。2012年のダイヤモンドリーグでは1500メートルで、世界のトップ選手の一人として浮上し、最終的に年間優勝を収めた。上海ゴールデングランプリでは、現ゼベディババに次に2位に入り、自己新記録3分59秒23を出した。そして、 ゴールデン柄では3分56秒54を叩き出し、エチオピア記録をも破ってディババを下した。スウェーデン国籍を取得する直前には、ビスレットゲームズで勝利を収めた。同年6月20日に開かれたスウェーデンチーム選手権では、所属するハンマルビーフ代表として、出場800メートルと1500メートルの2回を果たした。 エチオピア代表として臨んだロンドンオリンピックでは予選、準決勝とも全競技者中、最も良い記録を出して決勝進出を決めた。決勝ではゆっくりとした選手間の駆け引きのあるレース展開となり、最終コーナーまでは優勝したアスル・チャクル・アルプテキンにつけていたが、最後の直線で加速され、ついていけなかったアレガウィは5位に沈んだ。後に1位。 アスル・チャクル・アルプテキンと2位のガムゼブルトにドーピングが発覚し繰り上げで銅メダルを獲得した。2013年はイエーテボリで開かれたヨーロッパ室内選手権でスウェーデン代表としての開幕試合を迎え金メダルを獲得した。同年のダイヤモンドリーグは最初の5つの大会で優勝した時点で残り2大会を残して年間優勝を決めた。 ダイヤモンドリーグ第一戦のカタールスーパーグランプリで3分56秒60のスウェーデン新記録を樹立し、4週間後には、オランダヘンゲローで開催された、ハニーブランカクンゲームズで800メートルのスウェーデン、新記録1分59秒20をマークした。どちらもマリン・エベルロフイコール・クレープが、約15年前に樹立した記録を更新した、ものであった。モスクワで開催された、 世界選手権では1500メートルで金メダルを獲得し、スウェーデン勢として初めて中距離総種目でのメダル獲得を果たした。エリクソングローブで開かれた2014年の XL、ガランでは3分57秒91をマークし、ヨーロッパ室内記録を更新した。世界室内選手権ではゲレテブルカの持つ大会記録まで、 あと1秒の4分で0秒61で優勝した。ヨーロッパ選手権では同じエチオピア出身のシハン・ハッサンと優勝争いを展開し2位に入った。イコール IAAF ダイヤモンドリーグの一競技会。ありがとうございます。